はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。日差しがね強くなってきてね、こう光の加減がね難しいですね。こっち側がね南なんですよ。でちょうどねこう今の時間1時半から3時頃まで日が入るんですね。日が入るとねこのねこう調整が難しくなる。丸っきり閉めといたらいいんですけど、閉めるわけにもいかないですね。あの雨戸がないんでね、カーテンで調整してるんですけど、はい、それはしまして、ダイヤモンドオンラインですね。最近ダイヤモンドさんお見えになりません。過去にはね、過去にはダイヤモンドに記事を書いたこともあるんですよ。何年前でしょう、3、4年前ですかね。6ページとか、ちゃうわ、もっと書いたかな、あ、忘れましたけど。でそのダイヤモンドオンラインさんですね、三菱グループに落ちこぼれ企業続出、最強エリート集団の大ピンチっていう、ダイヤモンド編集部浅島涼子副編集長、多分お会いしたことないと思いますね。ダイヤモンドの方は男性しかお会いしたことないと思います。この方が書いてる記事でですね、三菱グループですね、うわすごいわ、なんか表紙が三菱の野望とかで、あのね三菱を取り上げるとね、なかなかね雑誌売れるんですよ。実はやっぱりグループ社員多いでしょ、俺とか大丈夫なみたいな感じでですね、気にしはる人が多いわけなんですね。なんで結構売れるみたいで、でその三菱もね、僕が就職する頃ですから、いよいよ36年ぐらい前はもう盤石、盤石ですよ。もうこんな三菱すごいわーと、知り合いで三菱系に行った人はいるかな、おらへんわ。ゼミの OB 会でね、庄司の人とはお会いしたことありますけどね。あとまあまあ僕はこういう仕事をしている関係で庄司の方とかね、銀行の方とかお会いします。重工の方もいらっしゃいました、この前ね。まあいろいろこうこの商売するようになってからお会いする人多いですけど、まあ別にあの普通の方たちですよね。かなり優秀かなり優秀ですよ皆さん。その三菱でございますけども、今ちょっとね怪しくなってるという記事なんですね。で何が怪しいって、別にねあの御三家があって、全部怪しいわけではなくってですね、一番怪しいのは重工なんですね。三菱重工ですね。私神戸に住んでたことありまして、神戸にはやっぱり重工ってあるんですよ。やっぱりねプレゼンス高いですね。重工に行ってるとかいう人はやっぱりこうなってますからね。あ、偉いって言わざるを得ないわけですけども、重工の当時子会社が三菱自動車という会社がございます。で僕は当初ね30ぐらいの時ですかね、ですからもう何年前、20何年前に独立というか、完全にどうですかね、重工グループの三菱自動車だったのが普通の三菱グループの三菱自動車になったわけですね。でところがですね、まああのおんぶに抱っこで生きてたというか、やってきたようなところがあってですね、当時だからね重工の人が周りにいたんですけど、重工関係の人がね、必ずね自分の自家用車はね三菱の車乗ってたんです。そこまで義理立てせんでええやろと思うんですけど、で、もう今は離れまして独立して、でまあ不祥事がありましたね、こう20年ぐらいいくつもで経営が傾いてですね、今はルノー日産グループになってますね。あれ三菱グループと言えるんかみたいな話ですけど、まあ、自動車が切り離された重工なんですけども、重工自身がですね昔はもう盤石ですね。あの下町ロケットという半沢直樹の、 あの一連の池井戸さんが書いてある小説の中で、下町ロケットって帝国重工って出てきますね。あれ三菱重工やんって、見たら誰も分かるわみたいな。そう、でその重工の方がいらっしゃった時に、あれ帝国重工って三菱重工でしょって言うなら、そうですとか言って、みんな見てるって言ってましたけど、よう似てるって言いましたね。よくあのなんか撮影にも協力したとかシーンとか言ってましたけどね。まあそれはええとして、その重工が今一番危ない。なんで危ないことを言いますと、重工そもそもの本業が造船なんですけども、造船自体はですね、その韓国中国の追い上げになってると、まあまあはっきり言って科学的には負けてるわけですね。技術以外負けてるわけでして、であとまあ細々というか、まあかなり安定的にはですね、防衛省からのですね、艦船の発注というのがございます。まあそれが手堅いところなんですけども、
あれをやったんです。飛行機に復活をしようとしたわけですね。リージョナリー Z って今なんていうのか知りませんけど、あのかなりそのゼロ戦を作った会社ですかね、三菱っていうのは、三菱重工っていうのは。まあそこからだいぶ離れてるんですけども、時間は経ってるんですけども、リージョナリー Z っていうのは今なんていう名前か知りませんけど、だから名前変えましたね、調子悪くなって。それがね、どうやらですね、あの発注もう何百機って発注を受けてるんですけども、なんか失敗しそうだというふうに書いてありますね、ここを見ると。うん、あれ失敗するとですね、かなり損失なんですよ。もう超に近い損失なんですね。超を超えてるんちゃうんかな。うん、でその重工がそうやってですね、こう左前になりつつあると。で三本柱、御三家ってありまして、庄司です一つ。で庄司はね、そんなに悪くないんですよ、はっきり言って悪くないんですけども、あのまあちょっとね、浮き沈みの激しい業界ですから、商社っていうのは。で今だから伊藤忠に瞬間的に首位を奪われたという感じでございます。で銀行、三菱銀行ええやんって、 MUFJ ですか。でもそのなんていうか、今銀行っていうのは構造不況業種なんですね。なぜかと言いますと金利がないから。あの日銀の黒田っていうおっさんが金利ゼロとか言うてましたんで、金利ゼロになったら銀行ではそもそもあの基本構造が収益生まないですよ。だからあの三菱銀行優秀ですから、その行員というか社員というかがどんどん海外に出てって海外で稼いでるって。だから優秀なやつはみんな海外行ってるんですね。海外はまだ金利あるところがあるんでね、そこで稼いだりとかって。であとはその本来の銀行業務以外のところで儲けてるみたいなところがあって、まあなんとかね、東京銀行もね、昔東京銀行言ってましたけど、今は三菱の中にあるわけだって。ああいうまあ分かりやすく言えば外国為替の業務ですね、とかでですね、海外に非常に強いですね、三菱銀行 UFJ はですね、 MUFJ とかよく知りませんけど、でやってるんですけども、やっぱり弱い弱いというか、もう構造的に儲かってないというところがあってですね、昔はね、三菱3ダイヤ、3ダイヤモンドの企業は絶対潰さへんというね、あの結束があったんですよね、三菱は。で人の三井、組織の三菱とか僕ら就職の時に言うてましたよ。あったらみんなやっぱり三井系に行こうやないかって。もう今はもうボロボロでして、例えば三井系でもですね、東芝になったでしょ。でまあトヨタはまだ生き残ってますけどね。でもう銀行は住友と一緒になったでしょ。なんかようわからん、ほんまに三井グループあるんかみたいな、残ってるんかそれみたいな、そんな感じになってますけど、ほいでもってですね、他の三菱も冴えないですね。だからこう10年ぐらい、こう十何年あの三菱がという感じでですね、どん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 社用化してきました。もう昔のようにね、旧財閥やなんて言うてて、ろくなことはないと。不動産で言えば三菱地所ですね、地所、まあ地所はそんな悪くないですよ。でも三菱地所レジデンシャルっていう会社あるでしょ、マンションを作ってるんですけど、ここがね、その僕なんかそこを見てるんですけども、あのね、ネーミングのセンスを見たらね、君らほんまに一流企業なんて言いたくなる。ザ・パークハウス・ハルミタワーズ・クロノレジデンスですよ。あのちゃんとね、勉強した人がいるのみたいな、そういうことをやらかしてる会社なんですね。あかんやんと思って。だからもう昔日のね、あの日本の三菱、日本を代表する企業グループの三菱というイメージはね、だん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 薄れてきてるんちゃうかな。そうですね、まあ、あの腐ってもたいみたいなところは確かにありますよ、確かにありますけどね、どうでしょう、三十何年前の私が就職する頃の三菱と今の三菱って言ったらもう雲泥の差ですね。あの当時は三菱経営に入る、三菱と名のところに入ったらよかったやんみたいな感じで、僕も三菱金属とか受けに行った覚えがありますね。あっさり落とされましたけど、まあまあ多分就職しててもそんな長いこといい日かだと思うんですよ、僕の性格では。まあそれはええとして、ですね、昔日の三菱ではなくなってるなという気はいたしまして、このダイヤモンドオンラインもですね、まあ、こういうね、大
日本を代表する企業グループがこうちょっとやばいねとなったらね、やっぱりメディアの餌食になりますよね。そらっつってダーッてやってきたらいっぱいかかりますよね。まあそれの走りではないですかね。で今後ですね、どう言いましょう、盛り返すということはあるかもしれないですけど、可能性は薄いんちゃうんでしょうかね。だんだん日本人もですね、大企業志向っていうのはなくなってきてですね、東大を出た優秀な人は昔はね三菱商事とかあって、まあ、普通に行ったんですけど、今はそっちの方に行くっていうよりも本当にその外資系に行くとかね、で資格やライセンサーになるとか、そっちの志向が強まってきて三菱に入るというのはそういうモチベーションではないですよね。そうすると優秀な人間集まらないでしょ。やっぱり大企業優秀だっていうのは人材が作ってるようなところありますからね。だから三菱自称もそうですけど、 あの確かに優秀な連中なんですけど、あの優秀な連中が続かなかったらどうなるのっていうことですね。まあ、だんだん崩れてきてるなという気がしてます。まあね、すぐにということはないんですけども、昔僕の年代のイメージではもうすでになくなってきたなという気はしております。まあよろしければこういうこれ貼っといて何の問題もないと思うんで貼っときますんで、興味ある方は読んでください。はい、皆さんどうもありがとうございました。